建設の遅れを指摘された仮設住宅について、菅総理は入居時期をこう明言した。まあ、遅くともお盆の頃までには希望者全員に入っていただけるようにできるだけの前出しをしていきたい。おとといには震災時に総理でいることを運命だと述べるなど決意を示していた菅総理。